皆さんこんにちは、たりすけです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。本日は元カノカッコカリと今カノと僕の続きをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。続きからデイ2日目。これ何日間だろう、1週間ぐらいあるのかな。昨日はなんとか元カノカッコカリを追い返し、今カノとの関係を無事に保つことができた。とはいえこのまま放置しておくのはやっぱり危険すぎるな。昨日みたいな事態はこりごりだ。今日は特に予定もないし、元カノとちゃんと別れよう。そう思い携帯連絡を入れようとした瞬間だった。ちょうど来たね。どっちからだ？元カノからか。俺くんやっほー、昨日はなんか変だったよ。それと暇だから今から家に来て。じゃあまた後でね。おー、呼ばれたね。なんて一方的なんだ、俺の意思は無視かよ。とはいえこれはチャンスだ。俺から連絡を入れる手間が省けた。俺も話があるし今からそっちへ行くよ。元カノに返事をして部屋を後にした。あ、俺くん着くの早かったね、いらっしゃーい。まあ独特な部屋だね。うん、なんだこれは。散らかってはいるね。散らかってて飾り付けも独特。あ、こういうタイプね。特に予定なかったんだよ。お邪魔します。元カノの家に来るのは何度目かになる。しかし相変わらずの散らかりっぷりだ。待って、 LINE 来た。返事しないと。今カノにすぐ返事。昨日の俺くんの一面が見える。昨日は俺くんの一面が見れてとても楽しい一日だったわ。喜んでくれて何よりだよ。疑惑の変動、これ何も変わらんでしょ。あ、減った減った、むしろ減るのね。よし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 。あ、ちょっと散らかってるけど気にしないで、適当に座ってよ。どこに座れって言うんだよ。足の踏み場もないってまさにこのことだな。俺くんってそんなに綺麗好きだったっけ。いいじゃんいいじゃん、細かい男は嫌われるんだよ。まるで反省の色なし。今からのと比較してしまうのはこういうところだ。つい我慢できずに俺は言った。どうして殻付けないんだ。ねえ、どうして殻付けないんだよ。え、そんなに気になるくらい私の部屋って汚いの。物が多いだけだと思うけど。そうそう、せっかく可愛いぬいぐるみや洋服持ってるんだから綺麗に飾ってあげたらいいじゃん。つまりラインだ、ライムだ。そういえば俺くんって動物好きなの。まあこれ猫を助けたって言ったから、まあ好きだよって言っておくと多分変動する。よしよしよし、ちょろいちょろい、ちょろいとか言っちゃダメだ。ふん、次俺くんが遊びに来てくれた時、綺麗になったら私のこともっと好きになる。いや可愛い、こんなこと言ってくるんだ、可愛い。部屋が綺麗だから好きっていうのもおかしい気がするが、元カノにとって些細なことでも好きか嫌いかに直結するのかもしれない。汚い部屋に招かれるよりは綺麗な部屋に招かれる方が俺のこと気にしてるんだって思うよ。違う、俺くんのことどうでもいいとか思ってなんかない。俺くんのこと大切なの、本当に本当に本当に。俺ってもしかして異性としても見られなくなっちゃってるのかな、なんてちょっと落ち込んじゃったり、心にもないことを平然と言ってのける。これは別れの切り口にならないだろうか。え、俺くん待って待って、私の愛情が感じられないってことだよね。まあこんな待遇されたらそう感じるんだよ。元カノって可愛しさ懐っこいし、もっと相手を選べると思うよ。だからもっといい相手を。ないの。ん、俺くん以外とかありえないの。うわ、どうしたんだよ。ここは抱きしめ返すところだよ。俺くんったら鈍いんだから。これは逆効果だったのか。俺くんには私の愛情が伝わってないだなんて、これは私の努力不足なの。まだまだ俺くんへの好きが伝わってなかったんだね。なんて都合のいい解釈だ。ただ俺は別れてくれればそれで。つまり、俺くんは寂しかったんだよね。部屋の片付けなんていうのは口実で私に構ってほしかったわけだ。名探偵元カノ、
赤の組織も裸足で逃げ出すだろう。じゃあ俺くんと私の愛情をもっともっともっと深めるためにもデートしようよ。先にライム。猫派？犬派？まあこれは猫を助けたから猫派って言っとくといいね。どっちもかなの方が良かったかな。あ、いいねいいね、よしよし、悪くない選択。え、いや俺は話があってきたんだけど。部屋を気にしたのは俺くんだよ。なら外で話そうよ。うーむ、まあいいか。確かにこの部屋ではろくに座ることもできない。決まりね。じゃあ私髪とかセットしてくるからそこで待ってて。いいのかな、今カノに会うリスク上がるからやめた方がいいと思うけど。外行くんだろ。なら先に外で待ってるから。ダメ、俺くん逃げるかもしれない。え、昨日からなんか変なんだもん。そこにいてね。怖ーい、怖ーい。連絡、これは出ない方が良かったりして、そういうパターンもあるのかな。私は猫一筋よ。だからあんなに猫を心配したんだね。これで多分疑惑ゼロ。よしよし、これ返答した方が良かったんじゃないか。はぁ、なかなか思うようにいかないな。いろいろと空回ってしまった。別れ話についてはこの後またタイミングを見て切り出そう。しかしただ待ってるの暇だな。俺はなんとなく元カノの部屋を観察することにした。まあいろいろとあるね。おー、結構やばいね。まだいい。小物入れらしい小さな箱だ。使った後洗ってなそうなマークアップが3つもある。多分片付けが面倒だったんだろう。大丈夫、彼女も浮気してるとかない？2人と。それなりに高級そうなクッキーだ。1個くらい食べてもバレないかな。待って、色の違うノートがある。9月16日カフェ14時。ん？これはなんか大事そうだね。6月16日。で、こっちの部屋は？面倒から逃げたい気持ちもあるけどちゃんと話さないとな。ポテチが、さすがにこれはひどい。まあ、ポテチ散らばってのはやばいね。壁も得意なしか。服が散らばっている。今更打点でもシワになってそうだ。この赤いやつは枝のような部分にピアスがぶら下がっている。アクセサリーを飾る台らしい。あ、そういうことか。おしゃれだね。赤い黒、ブローディーラビット。合ってるかな見方。うーん、中見れない。見てほしいけどな。ボロボロのぬいぐるみばかりが詰められた袋だ。怖いよ、闇感じちゃうよ。これはこれは闇ですな。なんか扉があるけど見れない。やばいよやばいよ、怖い怖い。この時計かわいい、ウサギの。怖いね。アニメの DVD や漫画本が積み重なっている。この間一緒に見せられた DVD と似たようなものがたくさんある。2013年7月24日ハッピーバースデー。7月24日が誕生日ね。これ覚えておかないとな。2013、7月、ちょっとメモ取っちゃうか。2013、7月14。あとこれも見ましょうか。6月16、14時。カフェ。まあこれで一通り見たかな。お化けをモチーフにしたようなぬいぐるみが下がっている。こういうのが女の子を言うキモかわいいってやつだろうか。まあ大体見たかな。ノックする。まだ？ここでしっかり先に返事をする。アクセサリー買おうと思って悩んでるんだけれども、どういうのがいいと思う？まあこれは可愛いのはいいんじゃないかなっていうのが無難な選択だよね、きっと。僕ね、よよしよし、もう減りようがないね。今カノはもう完全に騙されてるというか、もう信じてきってる。オレくん、お待たせー。ああ
部屋の中のものに触ってないよね。何もしてないよ。さあ早く行こうよ。俺くんと外でデート、久しぶりな気がするな。ねえねえ、私買い物に行きたいな。欲しいものがあるの。ね、いいよね。どうしよう、買い物くらい付き合ってやるか。買い物行くと彼女とピアスでぶつかっちゃう気するから、ここは公園に行って休まないでしょ。なあ、俺どうしてもお前と話したいことがあるんだ。話？そう、真面目な話。それってどうしてもしなきゃダメ？ああ、わかった。ゆっくり話したいから、この間の公園に行こうか。少し歩いて、いつもの公園に着いた。ねえ、私喉乾いた。ジュース買って。あ、でもあそこにソフトクリーム屋さんもあるよ。どっちにしようかな。迷っちゃう。あ、あっちいっぱいお花咲いてるよ。俺くん、見て見て。元カノ。俺たち別れよ。こんなストレートに言うか。これ怖いよ。ボロボロのぬいぐるみされちゃうよ。え？今、なんて言ったのかな？よく、わかんなかったんだけど。別れたい。もう苦しいんだ、お前と付き合ってるの。え？え？意味わかんない。なんで？だから、もう。だからわかんないって！突然元カノが、とんでもない大声で叫んだ。え？え？どういうこと？ねえ、何それ？なんで？好きって可愛いって言ってたのに。いきなりなんでそんなこと言うの？ずっと俺くんのことしか私見てないよ。見てないのにありえなくない？ない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 。バカじゃないの、いきなりそんなのダメに決まって。ちょっと静かに。元カノの様子は明らかに異常だった。ガクガク震えながら笑っているのに、口調は攻撃的でまるで壊れたようだった。え、バカじゃないの？絶対嫌。絶対そんなのないって。ない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 。あまりの騒ぎぶりに周りの目が気になって辺りを見渡した一瞬の隙だった。え？瞬間頭に衝撃が走る。体に力が入らず俺はその場に崩れ落ちた。え？ありえないことはありえないんだから。俺くんの間違ってるよ。だってありえないんだから。何かブツブツと声が聞こえる。その意味もだんだんわからなくなってくる。私はオレくんしか見てないし、オレくんは私しか見てない。そうだよね。目が覚めたらまた聞いてあげるね。ふふっ。最後に俺が聞いたのは元カノの高らかな笑い声だった。あ、バッドエンドか。そっか、買い物行かなきゃダメなのか。